こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ、聞いてよ魔理沙。今度、横浜に行ってこようと思うんだ。おお、横浜か。港未来や海の景色がいいんだろうな。で、どうやって行くんだ？うん、やっぱり新幹線かな。まあ、無難な選択だな。横浜に行くには新横浜で降りるのか、ちょっとめんどくさいね。新幹線は新横浜にしか止まらないからな。でも、その新幹線はもうすぐ便利になるぜ。どういうこと？じゃあ今回は、今度新しく開通する、相鉄新横浜線、東急新横浜線について解説していくぜ。おお、なんか興味深いわね。それでは、ゆっくりしていってね。まずは今回の相鉄と東急の新横浜線について解説していくぜ。よろしくお願いするわ。2023年3月18日、関東の大手私鉄の、東急電鉄である通称東急と、相模鉄道である通称相鉄にて、新しい路線が開通するんだ。そうなんだ、ワクワクするわね。それで、どんな路線が開通するの？新線の名称は新横浜線。相鉄では羽沢横浜国大から新横浜まで、東急では日吉から途中駅に新綱島を挟んで、新横浜までが新たに開通するぜ。二つの鉄道会社が、新しく新横浜に乗り入れるのね。しかも、この両路線は新横浜駅を境目に相互直通運転を行うんだ。相互直通運転？相互直通運転とは、異なる鉄道会社の路線を直通して、双方の路線を5つの電車で行き来することができることを言うぜ。この直通運転によって、相鉄線の沿線から新横浜駅を経由して東急東横線に乗り入れて、目黒や渋谷といった東京の副都心まで乗り換えなしで行けるぜ。さらには、渋谷から東京メトロ副都心線に乗り入れて、新宿三丁目や池袋に行くこともできるぜ。もっと言うと、副都心線からはさらに東武東上線にも乗り入れるぜ。なんか、とっても複雑ね。まあ、この直通運転はかなり複雑なので、今回は、相鉄の東急の新横浜線と、新線開業における各鉄道会社に起こる影響について見ていくぜ。まずは、この新横浜線開業で得られる効果を見ていくぜ。よろしくお願いするわ。これによって得られる効果は、なんといっても新横浜駅へのアクセスが便利になるぜ。これまで、東急線で新横浜駅に行く場合は、途中の菊名駅で横浜線に乗り換えるのがメインルートだったぜ。最低でも1回乗り換えが必要だったのね。それが今回の新横浜線の開通で、相鉄と東急の各駅から乗り換えなしで行けるんだ。相鉄の各駅から新横浜に行く場合も、これまでは横浜駅から横浜線で新横浜まで出る必要があった。これにより、菊名駅や横浜駅での乗り換えがなくなるんだ。それはかなり便利になるね。ただ、逆に言うとこれらの駅は利用されなくなってしまうんだ。まあ、乗り換えがなくなって直通するのなら、わざわざ横浜線を使う理由はないもんね。それにあたって JR 横浜線の新横浜駅の利用者は、今より減少すると思われるんだ。新横浜駅の利用者数は1日8万2000人で、横浜線全駅の中では4番目に多いんだ。さすがに新幹線が止まる駅だけあって需要が高いのね。これまでより選択肢が増えて便利になるのはいいけど、それと同時に他社とも競合することにもなるのね。まとめるとこれまで乗り換え駅として機能していた、菊名駅と横浜駅そして校舎駅である新横浜駅。これらの3駅は利用者が減少する可能性があるんだ。そして、これにより影響を受けると思われる鉄道会社が、もう一つあるぜ。そうなんだ、どこの会社なの？その会社は小田急だぜ。小田急？何か関係あるの？神奈川県海老名市の中心駅である、海老名駅は相鉄と JR、そして小田急が乗り入れているんだ。海老名から新幹線の駅に行く場合は、小田急線で小田原に行く、もしくは新宿にまで行って東京もしくは品川まで行く、というのが一般的だった。しかし、これに新横浜線が加わり、新横浜駅まで列車一本で行けるようになるんだ。小田原は小玉と一部の光しか停車しないし、東京まで行くとなると最低でも一回乗り換えが必要だもんね。新横浜駅はのぞみも含めて全ての列車が止まる上に、乗り換えなしで行けるのなら相鉄を使う人は多そうだね。小田急にとって海老名駅は、全体で7番目に利用者が多い上ロマンスカーも一部停車するほどの、重要な駅なんだ。その利用者が減ってしまうのは小田急にとっては痛手ってことね。そういうことだぜ。今回の相鉄東急新横浜線の開業で影響する鉄道会社がもう一つあるぜ。そうなんだ、一体どこの会社なの？それは新横浜駅に乗り入れている鉄道路線を見ればわかるぜ。新横浜駅といえば東海道新幹線よね。正解だぜ。他にも JR 東日本の横浜線と、横浜市営地下鉄ブルーラインも乗り入れているぜ。今回、JR 東海の東海道新幹線にも、大きな動きがあったぜ。一体どんな動きがあったの？
それは新横浜駅を始発とする、新大阪行きののぞみ号が新設されるんだ。これまで新横浜駅を始発としていた列車は、新横浜駅を朝の6時に発車する、光533号があった。この列車が関東圏を最も早く発車する列車だぜ。そしてこの度、新横浜駅を6時3分に発車する、のぞみ491号が新しく設定されるんだ。これに乗れば品川始発ののぞみ79号よりも、名古屋、京都、新大阪の各駅に、10分程度早く着くことができるんだ。東急東横線の渋谷始発の急行、溜池山王始発の各駅停車と接続するほか、池袋や新宿3丁目からでもこののぞみ号に接続しているぜ。加えて、相鉄線の各駅からでも接続しているぜ。名古屋や大阪に早く行けるようになるのね。新幹線は規定上、朝の6時からしか旅客列車を運行できないから、JR 東海も恩恵を受けることができるぜ。でも、相鉄はすでに JR と直通運転しているよね。今でも新宿まで乗り換えなしで行けるけど、同じ方面に行く路線をもう一つ作るの？相鉄は2019年から JR 埼京線と相互乗り入れを行っているんだ。関東圏はその莫大な人口ゆえに鉄道のラッシュ時の混雑は、世界的に見ても屈指の混雑率を記録しているんだ。そこで鉄道会社は駅の混雑緩和や乗客の利便性を考えて、相互直通運転を積極的に実施していたんだ。しかし、相鉄は長年の間直通運転には消極的だったんだ。そうなの？直通運転を行うには、相互の路線に対応した車両の開発や、その車両を相互の運転士が運転できるようにする必要がある。違う会社の車両が自社線内を走行する場合、車両使用料を支払う必要があるんだ。そうなんだ。本来、車両使用料は両会社の線路を交互に均等に走らせて、車両使用料を相殺する。つまりはプラスマイナスゼロの状態にする必要があるんだ。そのためのダイヤを作成する必要があるのね。そうだぜ。また、直通運転をするにあたって双方の列車が行き来できる、渡り線を建設する必要があるんだ。同じ会社の路線同士ならまだしも、他の鉄道会社はそもそも乗り入れる構想がなかったために、この作業が最も難航するんだ。都市部の路線だし用地買収も大変そうね。それらの手間を考慮した相鉄は、直通運転を行うには費用の割に恩恵が少ないとみて、長年の間、相互乗り入れには消極的な姿勢だったんだ。そうだったのね。しかし、沿線の地域は高齢化や人口減少が始まり、相鉄線内の利用者は減少し始めた。これを打開するには首都圏に直通するしかないと考え、相互直通運転に積極的になったんだ。考えを一新したのね。そこで、どの会社と直通運転をするかだ。神奈川県から東京方面への路線を持っている鉄道会社は、東急、京急、小田急、そして JR 東日本の計4つの鉄道会社があった。まず、京急は線路幅が違うため真っ先に直通を断念した。小田急は神奈川県の西部を走っており、東京方面に出るには遠回りになると断念した。そして残ったのが東急と JR だったが、相鉄の羽沢横浜国大駅の近くに東海道貨物線があった。この貨物線を使って JR に乗り入れられないかと相鉄は考えた。その相談を JR に持ちかけたところ、JR 東日本も合意し、相互直通運転の計画にメドが立った。めでたしめでたし、ということはなかったんだぜ。そんな。これに横浜市が相鉄に対して待ったをかけたんだ。どうして横浜市が？横浜市は新横浜駅への乗り入れを要望したんだ。この条件を飲めないなら横浜市は相鉄に対して、直通に必要な建設費などを支援をしないと発言したんだ。そんなじゃあ相鉄だけで作ればいいんじゃないの？相互直通運転は鉄道会社単独で実現するには資金的に無理があるため、県や市などの自治体または国などから支援してもらう必要があるんだ。その横浜市は支援を拒否したのね。そういうことだぜ。加えて相鉄は神奈川県内を走る施設だから、横浜市と劣悪な関係になるのは相鉄としても避けたかったんだ。でも、どうして横浜市は新横浜の乗り入れにこだわったの？新横浜駅と羽沢横浜国大駅はかなり近くにあるんだ。ほんとだ、かなり近いわね。また、これを見ていた東急電鉄は、相鉄と JR が直通するとなると、副都心と横浜を結んでいる東急東横線の利用者が減少する、という危機感を持ち相鉄に新横浜駅を経由して、相互直通運転を提案したんだ。そして、現在に至るのね。そうだぜ。相鉄も最初は JR とだけ組むはずだったんだが、新横浜駅を通したいという横浜市の要望には逆らえない。そこに東急が新横浜までの路線を作ってくれるという、相鉄も自ら持ちかけた JR との直通も、すべてを丸く収めた結果このようになったと言えるな。最後に相鉄と東急の新横浜線開通後に、運賃が安くなる区間を紹介するぜ。よろしくお願いするわ。まずは、東京の副都心を代表する池袋、新宿、渋谷、その他にも恵比寿や目黒、
これらの駅から新横浜駅までは、IC カード料金で76円安くなるぜ。たかが76円、されど76円ね。さらには東急新横浜線で新横浜に行って、新横浜から新幹線を利用する場合と、東京もしくは品川から新幹線を利用する場合を見ていくぜ。渋谷から静岡までが412円、新宿から静岡までが234円、池袋から静岡までが203円、それぞれ安くなるぜ。また渋谷から名古屋までが302円、渋谷から京都までが312円安くなるぜ。新幹線すごく硬いアイスが買えるぐらいの値段ね。新大阪に行く場合も安くなるの？新大阪まで乗る場合は逆に高くなるぜ。そうなの？なんか複雑ね。今回全体的に安くなるのは、渋谷から東急線を利用した場合だな。これは新宿や池袋から乗った場合、JR や東京メトロの運賃が加算されるからだな。乗り換え案内で一番安いルートを探すのが、一番いいかもしれないわね。また、新横浜から新幹線に乗る場合は自由席に座れない可能性があるので、スマート EX などで指定席を予約するのがおすすめだぜ。あれって確か自由席と同じ値段で指定席に乗れるのよね。それから、渋谷から新横浜まで東急線を使う場合は、30分ほどロングシートの車両に乗車することになるので、それを避けたい人は東京駅から乗るのがおすすめだな。選択肢が増えるってだけで既存の方法が不便になるってことはないもんね。今回の新線開業で新横浜に行ける選択肢が増えることは、運賃を節約できたり、これまで乗り換えが必要だった区間から直接アクセスできること。何より、路線にトラブルが起こって不通になった時の、代替移動としての手段が増えることになるぜ。確かに、代替手段はあるに越したことはないね。また、相鉄にとっても横浜への利用者と、新横浜への利用者と住み分けできるし、東急にも同じことが言えるな。新幹線に乗る人は、キャリーケースや大きな荷物を持っている人も多いから、混雑緩和には大きく貢献するかもしれないね。ということで、今回の動画は以上だぜ。霊夢はこの新横浜線の開業を見てどうだった？新しい路線ができるのはとても楽しみね。新横浜駅に新しく列車が乗り入れることで、新幹線以外でも東京方面に行ける上、渋谷や新宿に行けるようになるのは便利になると思うわ。新横浜駅は東海道新幹線の開業と同時に作られた駅で、開業当初は周りには何もなく、停車する列車も小玉号だけだったんだ。今では考えられないわね。そんな新横浜も徐々に開発が進み、最速立ち列車であるのぞみ号が停車し、今や関東圏第三の新幹線駅として十分に機能している。今後も大きく発展することが期待されているぜ。まだまだ発展の余地があるのね。今後どうなるのか楽しみだわ。この動画を見て東急と相鉄の新横浜線開業について、便利になると思うこと、逆に不便になると思うことや、開業後の新横浜周辺やそれを運行する相鉄や東急が、どうなるのかなど、自由に感想を書いてくれると嬉しいぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後まで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。